近江の国南部にある甲賀郡の豪氏滝川一勝の次男として生まれる。清須同盟が締結、その時の交渉能力が認められ、家臣団の中で重要な地位を築く。伊勢攻略の先鋒として活躍、戦後、安土城、渋二条、木造城の三条の守備に任命される。石山本願寺、伊勢の国、長島が武装蜂起、尾張の国の守備役を担い友軍としても転戦した。一条谷、長篠、天王寺、木津川口の戦い、長島、越前一向一揆、奇襲征伐に参陣。有岡城の戦いで、城側の守備を崩壊させる、石山本願寺への兵糧や、武器の搬入を阻む。本願寺権力が信長に降伏、北条氏政が信長に使者を送った際、関東州の申し継ぎに任じられる。伊賀攻めに参戦、妙心寺の中で、実施、九天宗瑞を開祖として、楊国案を起こす。武田勝頼を天目山麓で討ち取り、上野国一国及び、信濃国に軍を配慮、関東管領に任命される。賤ヶ岳の戦いで、羽柴軍に降伏、所領を没収され、越前国に敵挙する。秀吉は旧臣たちを召集し、滝川一益も参戦、再び、越前国で、蟄居の身となる。越前大野に撤去。